このトーナメント格が上がったと僕は思ってるので、うん、そういう意味では本当に注目してほしいなと思います。いいから勝ちたい。イクラ級のチャンピオン目指して。初戦勝ち上がりたいですね。もうとにかく泥臭くてもいいから、とにかく判定でもいいから、とにかく勝ちたい。はい。フレスさんもね、若くて強いし、若くてすごく動きが良かったりとかもちろんあるんですけど、総合格闘技っていうのは経験値がねすごく重要になってくる場合が多くて、玉田さんは、よく分かんないですけど、自分の動き、自分のやりたいこととか得意なことを貫ければ勝てると信じてるんで、そこですね。美味しそうだなと思ってたけど、減量幅も5キロぐらい、5、6キロあるから、気は抜けないですね。もうなんか綺麗事言っててもなんかしょうがないので、とにかくもう判定でも2-1でも何でもいいので、とにかく勝つ、勝ちに行く、もう勝ちにこだわる。
第6試合が始まります。ディープジュエルスミクロ級トーナメント1回戦5分2ラウンド、浜田靖子対古瀬瑞希の一戦です。白いコスチューム古瀬瑞希です。黒と赤のコスチューム玉田靖子です。この玉田靖子、古瀬瑞希、この後行われるアムザロケット佐藤恵美、この4人によってトーナメントが行われていくというこのディープジュエルスミクロ級、ついにミクロ級はいベルトがわけですね。まあ3人の日本人選手は、はい、まあ決まってたんですけど、ここにアムが来るかっていうそして一気に優勝候補の名高いアムザロケットがですねということになりましたが、まずはこの玉田靖子対古瀬瑞希の一戦です。鉄人 VS 人気急上昇の JD ファイター、ね、古瀬瑞希、富永選手も古瀬瑞希、はい、去年6月に戦ってますよ ね、 すね、本当は佐藤さんとやる予定がちょっと欠場になって、その代打で古瀬さんが、はいはい、出ていただいて試合させていただきましたけども、しっかり富永選手が勝ち貫禄を見せる一戦でしたけれどもね、まあ、そうですね、はい、すいませんって感じですけど、いえいえいえ、はい、実際にこう戦ってみた印象はどういうファイターですか。印象はそうですね、やっぱ打撃の選手なのかなという、まあ、はい、先日もまああのうちのジムにわざわざ来ていただいて、はい、練習させていただいて、なんか環境も結構変わったみたいで、ああそうなんですね、いろいろあの違うことに取り組んでるみたいで、はい、寝技も頑張っていました。まあ、デビュー戦でもキック一戦なんていう勝利をした、そうですね、インパクトの強い古瀬瑞希です、まあ、対しての玉田靖子、まあ、ベテランという鉄人という位置で、いや本当ですね、はい、長くこの女子格の中で活躍しております、はい、初代バルキリーのフライ級王者から輝かしい戦績を持っている玉田靖子です。玉、はい、田というファイターは、はい、富松選手の目にはどういう印象がありますか。そうですね、まあ、打撃の古瀬選手だったらもう寝技の玉田選手、はい、というところですね。だから組んだら、まあ、玉田選手有利ですけども、うん、選手も多分そこは分かってると思うので、ええ、やっぱり全然ブル選手結構打撃がやっぱり上手いんですよね、はい、非常に軽やかで、鋭いですよね。そこを玉田選手が買いかぐらないと結構厳しいものにはなりますね、うん、そうなるとこのキックというのもまた一つ玉田は注意しなければいけない技の一つになっております。リーチもブル選手の方が長いので、はい、なかなか前蹴りとかやられると、おーっと食らった、バランスを崩した玉田、踏ん張りました。そう考えてやっぱり早くいかに、はい、1秒でも早く組んでいくか、うん、この間合いはなかなか危険ということですかね。危険ですね。古瀬瑞希勢いに乗れるか、右のキック、このまま、まあ、打たせてしまうと古瀬瑞希、はい、調子もどんどん上がっていくので、どんどんやりたい攻撃がやっぱり緊張していると、はい、なかなかうまく攻撃出ないんですけど、自分も乗っていけると、はい、もういつもやってるコンビネーションが出たりとか、あリズムに乗れるわけですね。さあここですね。さあしかし玉田が距離を詰めていきまして、今金網に押し付けています。そこからテイクダウンを狙っていけるか玉田靖子。去年3月に3年半ぶりに復帰した玉田です。そうなんですよ。そこから3月、10月と連勝しています玉田靖子です。さあ足をかけていく、いいですね、あ踏ん張るのは古瀬、うまいうまい、はい、ディフェンスしながらパンチで抵抗しています。ここはしつこく行くべき、はい、あ、いけるかも。さあ両足を持ち上げていけるか、玉田自分の足をもっと近づけてリフトすれば離れちゃうと重いんで、あいいですね、ナイスナイス、テイクダウンに行きました玉田靖子です。 いいですね。さあ下でガードできるか古瀬瑞希。第1ラウンドは間もなく残り時間1分というところです。これテイクダウンしてもやっぱり上からの有効な攻撃がないとジャッジ取ってくれませんから、1回テイクダウンしただけでは足りないわけですか、ね、やっぱり上からのパウンドだり寝、はい、技だったり、うん、攻撃性がないとこれは優勢とは見なされない
部分が多いので、その後も明確に攻めたとい う, そうです何かが欲しいわけです ね, そうですね。下でガードしております古瀬瑞希です、うん、うまいですね。なんとかここでまたいでいきたい玉田。そうですね、ハーフガードを足1本超えたいですね。はい、そうはさせないと古瀬が懸命にディフェンスしています。ちょっと肘を取って、これ十字というとコムロック、あ、抜けましたね、抜けました。はい、ただやっぱ脇の下に手やってると腕十字だったり、頭が下になっていると三角締めだったり技かけられやすいんで、はい、ここは抜いてパスしていきたいですね。上からパンチ、さあ下から仕掛けようかという古瀬。ここでハーフ取りたいですね、はい、十字きますよ、十字きますよ。さあここで横につけている。でもそうですね、残り時間がない第1ラウンド。あ、最後は古瀬も下から、いや、そうですね、片腕取ってたんで、はい、まあ、うまいディフェンスの仕方で、相手がパンチしようとするとスペースは空くんで、顔に足を入れていくと十字の体勢にやりやすいんで、あそこはうまいディフェンスプラス、はい、あのオフェンスだったなという感じですね。打撃プラスアルファが見えてきてますね。まあ、玉田選手もテイクダウンできたんで、はい、これ続けていけばという感じです。果たして第2ラウンド両者は何を思い描いて戦っていくんでしょうか。ジャッジ的に言うとこの第1ラウンドというのはどちらに優勢かどうかというのは難しいですけど、でも玉田さんテイクダウンしたんですけども、はい、古瀬さんも下から攻めたり十字を決めて、まあ、あの立ちでだったらもう古瀬さん押してたので、若干古瀬さん寄りかなっていう私がジャッジなら、はい、ああいう来ましたね。早速いった。もうこれしかないですね。打撃には付き合わない。はい、古瀬さんも多分柔道かなんかやってたと思うんで、はい、投げ技できるとは思います。突っ込んでいったのは玉田、しかし今金網に押し付けているのは古瀬です。そうですね、これはまあまあ倒されても、はい、玉田さん下から寝技はあると思いますけども、ちょっと勢いが古瀬選手にあるので、はい、まあ、寝かされない方がいいかな。果たしてどちらがこの1回戦を勝ち上がるのか、はい、あ、いいか、できれば玉田選手が右足を古瀬選手のこの足の間に入れていきたいです。入れてかけていく、はい、それを古瀬が防御している状況、そこに膝を入れている玉田です。離れると厳しい、離れた、あ、いいね、ナイスナイス、タックルに行った、しかし潰していく、潰しましたね、これきついですね。あ、しっかり警戒をしていたわけですね。反応がいいです、はい、まあ、ただこれは立ちやすいかもしれない、はい、玉田選手、あ、でもすごく頭の位置が古瀬選手がいいんで、相手の顎のあたりにある感じですか。これ非常に相手の胸元に頭があると、はい、あのすごいコントロールできるので、非常にいいポジションだと思います。それで頭抜けばバックポジションも取れるんで、はい、攻めがいろいろできるわけですね。あ、さあ、マク取っていく、玉田が嫌がる、あ、いいですね、離れ際にパンチ、古瀬タックルに行くのは玉田、いいとこ取りました。さあ、これもさっきと一緒ですね、右足を、はい、痛そうな膝で蹴るとなんかテーピングがすごいんで、そうですね、膝で蹴ると自分にダメージはないから大丈夫ですかね。両足にテーピングしている玉田です。玉田も懸命にやり続けていきますね。いや、負け1でも勝つってさっきね、はい、2対1でも勝つって言ってた、ね、やっぱり選手長年やってるとそういう気持ちがだいぶ落ちてきちゃうんで、はい、うん、はい、モチベーションというのを見せてもらいたいですね、はい、勝利へ渇望するコメントがありましたね、玉田。いや、でもちょっとこの体勢は厳しいですね。マウントバックあります、バックあります、はい、足、両足入れてるんで非常にいいですし、ショークも狙えるし、はい、古瀬選手が腹をこう出して潰せばこう、うん、このパウンドアウトも狙えるので、はい、厳しいです、ね、あります。さあ、下でこれをしのげるか玉田、
右から左からパンチを落としていく。それで手を出すと今度首回ってくるんで、はい、ただ動かないと止められます、はい、そうそうそう、壁使ってもいいから立つ、そう前に落とす、しがみついているのはグレセ、グレセ選手がもっとこう腹を出して腰を突き出すと相手にもっとプレッシャーかかるんで、はい、いいとは思うんですけども、ちょっと体勢が道代も今非常に、はい、いい位置に立ってますよね。グレセのこの練習の成果というところなんですよね。そうですね、素晴らしい、いいポジションを1回取るとそこから長く攻め続けています、はい、浜田も抵抗してるんですが、厳しいですね、しっかり足も足も引っ掛けているグレセ、減量幅もグレセ選手、はい、まあ、会った時の足も45キロ大丈夫って言ったら、いや頑張りますなんて言ってたんで、浜、はい、田選手はほぼ減量ない、まあ、適正なというのを言ってましたね、と考えるとやっぱりリカバリーしてきたり1階級違うだけでもだいぶパワー違いますよね、はい、そういうのありますよね。あ、腕十字受けます、あ、いいねいいね、グルセが腕十字決めに行く、素晴らしい、素晴らし い, らしい、いやでもすごいこれチャレンジが素晴らしい、最後決めに行こうというグルセ、しかし浜田がこれを許さない、試合時間30秒切りました、長いですね、浜田も食い下がる、おー、投げに行ったのはグルセ、ナイス、横からパンチを落としていく、このままグルセ、ポッポつけてれば、はい、浜田が立ち上がろうとするがそれを許しません、グルセ、両者の意地が見えますね。わ、素晴らしい。ここで試合終了。場内からは拍手が起きています。進化しましたね。グルセ瑞希。はい。そうですね。本人もミクロキはこれは初めてということで。いや、本当です。アトム級から減量して挑んだこの一戦。素晴らしい。打撃でもちろん優勢だったんですけども、はい、あのグラウンドになってもほぼ。そうでしたね。ベテラン浜田を相手に互角以上に戦ってみせました。これはちょっとしかし浜田のも最後は腕を取られてあわやというところでしたが、ね、そういうところの際はやっぱり切り返しがうまいですよね、はい、この一戦は結果最終的に判定に委ねられます。ジャッジ五十嵐20対18、青古瀬一人目クルセ、19対19、マストハンデ、青古瀬、マストハンデ、クルセ3対0となりました。シェイスターのクルセ瑞希、鉄人鎌田を打ち破りました。びっくりですね、はい、いや、このクルセ瑞希の勝利はどのように映りましたか。いや、本当に進化してるっていうのが見れる試合でした、はい、はい、素晴らしい。去年手を合わせた時からさらに進化している。そうです、ね、一生懸命やってるんだと思います、はい、確かにお話あったように打撃がすごくこう印象的なファイターですけれども、はい、それから総合的に積み上げてきた、非常にコントロールもしてたし、はい、で一本決めに行くっていう姿勢が非常に見えてます。最後攻め続けて勝ちではなく、しっかり一本取ろうという、はい、さあマイクがあるようです。こんにちは、古瀬瑞希です。まあ、あのちょっと自分の中でもかなり残る試合をしてしまったんですけど、すみません、最初に応援してくださる皆さんいつもありがとうございます。まあ、課題残る不甲斐ない試合をしてしまったんですけど、決勝は次どっちが上がってくるか分からないですけど、自分がベルトを守るつもりでいるので、また次も応援来てくれると嬉しいです。絶対チャンピオンになります。応援よろしくお願いします。チャンピオンになると力強い宣言をしてくれましたね。いいですね。開会式の時の挨拶では少し初々しさがありましたけれども、
いや、可愛いですね。そうですね、JK ファイターから JD ファイターへ進化したというところで人気もますます上がっていきそうなクルセミッキー。いやー、これはまたこの後、まあ、どちらがね、いやー、勝ち上がるか分からないですけれども、楽しみです。どっちが来ても楽しみですね、はい、この後の決勝はいい、また次回見られそうですね。非常にいい印象で終われたと思うので、はい、楽しみですね、次回が。トーナメント1回戦、まずはクルセミズキが勝ち上がりました。